地元の軽トラさんが来てくれて助かりました。えらい変わらんなとは思ったんですけどね。まあまあね、田舎の道やからなんもんかなと思ってたんですけど、危ない危ない、これは2時間待っても飽きませんよね。ポストがありますよってことでね、さあこれ10万円の申請をしないといけませんからね。よっ、まあ、県内ですからまだいいですよね。9時と8時40分、もう行っちゃってますね。あららら、さ、中華は、ですね、取り集めは、土屋でやってるってことかな。あそこは単純にちょっと配達だけやってるって感じなのかな。今、ポストのね、取り集めは結構自宅さんになっとったりしてね、結構配達局が東院の方なんかでもそうですし、北西郵便局の方なんかも確かそうなってるはずです。配達はやってるんですけど、もう週か、取り集めの方はやってなくて、全部、四日市西局がね、まとめてやってたりとかね、そういうようなね、ところ、結構こういった地方のところも、そういうケースが増えてます。多分ここも、あそこもそういうことなんじゃないかな。あら。ね、臨時休業、これね、おしゃれな、カフェ&バー、バルってなってますね。夜もあれかな、お酒が飲みたりするのかな、っていうスロートークの店らしいですけど、明日から営業再開できるみたいですね。よかったよかった。で、まあ私も一つ来たことないですけどね、さすがに。まあ少しずつこうやってね、営業が再開していくのはありがたいことですね。確かに歩いてきたらちょうどここら辺で一休みなんていうのもいいかもしれません。これで三杉町の、上戸のかな、上戸のかな、はい、すいません、おっとっとっと、足元に普通に蝶々いますからね。よしよしよし、ここら辺からちょっと道細くなりますからね。まああれですね、道中はまあまあ狭いところもありますんでね、路肩全くないですからね。まあちょっとこの辺りとかはね、気をつけないといけないな、いけないですね。まああんまりこっちは特にあまりお散歩コースという前提では作ってない感じですもんね。トラックもどこか、ホームないんですみません。車道の方ね、歩かせてもらってますけど、どっか脇道があればね、よかったんですけど、どうにもなさそうですからね、この感じだと。いやもう、小川のせせらぎと小鳥の鳴き声って、もう本当になんかアルファーファ出てる感じですよね。空気も美味しいですし、素晴らしい感じですね。そういえば私ずっとこっち側歩いてましたけど、本来は歩行者はこういうところって右側通行でしたっけ。ちょっとこの辺り本当にこっち側が細いんで、ちょっとこっち側に渡りましょうか。そうですよね、すいません、本来はこっち側通行ですね。あ、すごい進んでますね。そこの方、お、深い、結構深いなこれ。へえ。ここからはりスーッと流れ出てますけどね。へえ。これでちょうど半分ぐらい来てるみたいですね。いや、この道をずっと行ったら、一つなんか集落があって、で、その先に出駅がある感じみたいです。ね、何せ初めてのところなんでね。の奥の道は本当にどこに繋がってるんやろって感じですけど。ちょっと道広くなったな。ほら、薪割る用のね、丸太っていうんですか、あるでしょ、普通に、ね、これね、割ってね、薪にしたのがね、積んであったりしますからね。この辺りって、もしかしたら、お風呂とか、あれなのかな、本当に薪風呂だったりするのかな。鎮守の森を夢見る会。なんか、施設なんですね。なかなかなものを置いてありますね。これあれですよね。もみ殻ね、玄米ここ入れて、ガリ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 ってやったら、精米してこっちに出てきて、精米したらお米がこっから出てきて、もみ殻がこっちから出てくるとかやったかな。あ、こっちがもみ殻かな。買って殻が落ちるんやから、そうか、そうか、そうか。すみません。さすがに私も使ったことないですけどね。すごいな。こんなの残ってるんですね。うわぁ、クマンバチ。そうやね、蜂もいますよね。そりゃ、いますよね。これだけの山ですからね。虫はね、やっぱし多いですよ。虫除けスプレーとかはね、しといた方がよく、これからの時期は特にね、した方がいいかもしれませんね。ちなみにね、日差しでできたらだいぶ暑くなっちゃったんでね、今もちょっとマスク取ってね、やってますけど、どうですかね。あんまマスクつけとるつけてない関係ないですかね、音的には。
マイクつけてるもんでね、あの音のね確認がちょっとね、まあどっちにしろでもね、ずーっとこんな感じで小川のせせらぎが聞こえますし、いや散歩するならいいですね、これ。まあこれからもっと暑くなってくるとなかなか大変かもしれませんけどね。あと飲み物はやっぱし沖津駅で買っといた方が良さそうですね。道中はちょっと自販機とかも見当たらないですからね。あのさっきのね、あの郵便ポスト入れたところが最後かな、自動販売機みたいな。ちなみにちょっとなんか霧雨みたいなのも当たってます、ね、なんかほんとミストみたい。画面上多分見えてないと思いますけど、奥に名称線見えますね。さっきね、あのちょっと、お弁当とかね、買ったところでね、名称線の歴史みたいなのがね、ずらっと書いてあったんでね、ちょっとね、紹介をしておくと、まあ、ね、最初の方にもね、別の動画になってるかもしれませんけど、話してました通り、もともと名称線って名前は、名張と松阪を結ぶ予定だったと。ね、それが、まあ、伊勢沖で止まってしまいましたよってことですけど、本来はね、実はこれね、王将線っていう名前だったらしいですね。桜っていう字に松、桜と松で、王将線っていう名前で、計画自体が始まったらしいです。この王っていうのは、奈良県の桜井ですね。JR の桜井駅なんかありますけどね、和歌山線でしたっけ。ね、あそこの方まで繋ぐっていうね、計画だったみたいです。ってね。まあ、結局ね、やはりね、まさかね、名張間ね、そっちの方は、もう全部ね、近鉄ね、今の近鉄がね、線路引いちゃいましたからね、まあ、こんな二つあっても知らないや、このね、ところ、いうことで、まあ、こっちはこういうふうになって、まあ、その際に実はまさか線って名前に一時期なったんですけど、いや、でも将来的にやっぱし伸ばしたいよね、という、ね、希望を込めたりとかっていうのが、昭和10年代にあったらしいですね。おぉ、な、何の音かと思ったら、薪を割る音でしたね、すごい。お、すごい。さすがに。すごいですね。さも当然のように薪を割ってましたね。なかなか都会でももう見なくなった光景ですけど。まあ、薪にする木はいっぱいありますからね、この辺り。結構今でも薪を使うことが多いんでしょうね。さすがにガスが来てないというか、まあ、都市ガスはないでしょうけど、プロパンガスは来てるんじゃないかなと思うんですけど、どうなんでしょうね。意外と。あ、家をね、大体見たら分かるんですけど、あ、家に確かに、電気のメーターはあるけど、あ、ガスのメーターねえな。え？あ、そうなのかな。まあ、なかなかうちのね、あの少ない登録者数では、この辺りに住んでて分かりますよっていう人になかなかいないかもしれませんけど、ね、あ、って言っとったら渡り口が見えてきましたね。波かご落石なんでしょうね。波かごってよく分かんねえや。集落名か。集落名かな。そんな鉄道用語はないですもんね。まあ倒れたりしないようにでしょうね。あの行動にね。まあ取られるというよりはなんかそういうような意味合いじゃないかな。ね、材木屋さんも多いですね。あ、そうですね。なんていうのかな。波かごかな。波かご踏切。あ、踏切、JR は踏切にあれですね。ルビが降ってあるはずなんで、それ見たらわかるか。どっかにないかな。絶対JR は降るんですよ。JR 東海は少なくともね、絶対降りますからね。こっちかな。よし。いいですね。いいですね。ザ・ローカル線って感じですね。あんまり走ってないから、線路がちょっと全体的に寂しいんですけど。あった、ハゴって読むんだ。はぁ。ハゴ踏切ね。あ、すいません。これは完全に読み間違えてました。これで、多分この集落はハゴってことなんですね。へー。波のカゴでね、ハゴか。なるほど。へー。一つ勉強になりましたね。なんか、この辺りなんか、鉄道、名所線取ったら綺麗に取れそうですけどね、来ないかな。ここなんかいい感じの絵取れそうですよね。ちょうどね、ちょっとね、ランオフスペースもあるし、ちょうどいいんですよね。川も近くでね。へー。なかなかこんなとこまで普通歩いてこないですからね。どうなの？ちょっと一回列車の時間調べてみましょうか。
はい、残念ながらね、来る来ないじゃなくてね、ここ電波が圏外でした。さすがに山の中で集落と集落の間ですからね、さすがにこんなところまでね電波飛ばしてなかったみたいですね。au なんできるかなと思ったけど、さすがに無理でしたね。残念だからカメラがやはり、温度上昇のためって出ちゃいましたね。仕方ないんでこっちのサブカメラの方で映してますけどね。一応マスクしときます。さすがに酸味とか減ったくるもないですからね。というかね、さすがにねマスクつけてると暑いのよこれ。まあでもあんまりね、汚い顔見たくないかもしれませんからね、一応これでぐらい覆っておきましょうかね。あ、ご老人会なんてあるんですね。この上走ってるのが、違うわ、お渡しの顔なんだこれ。軽重ですね。いい音入ってますかね。いやーいいですよ、ずっとこういうね川のせせらぎも歩いてるとね、ちょっとね音の変化もありますからね。これは非常にね、いや川の流れる音ってこれぐらいのちょうどね川だとこういうねちょうど癒されますよね。はあ、よいしょ。ねえ、なんかこんな橋上のところとかねえ、あのちょうど電車ね、電車取れたらねいい感じじゃないですか。まあなかなかそれね、うまいことね問屋は下ろしませんけどね。とりあえずまだちょっと取れそうかな。この辺りもすごくいい感じですね。あ、この辺りは車も止めませんから。ちなみにここ学習塾なんだ。ね、こういうところにもあるんですね。これなんか多分まあまあ深いですよこれ。わあすごいな、綺麗で、こっち側にね橋がかかっとって、あーこんなところね、ここで車がねちょうどコトコト走っていったらちょうどいい具合のね絵が撮れるんですけどね、あーなかなかうまいこといきませんね。にしてもすごい橋桁ですねこれ。まんま電車も来ますし、あの車も来ますしね。何してね、時刻をね調べといたらね、あこの辺りこれぐらい通るやろなってね、分かるところなんですが、残念ながらね全く調べずにねやっちゃってますんでね。本当ならこういうところ一発撮ってね、おーってね一発絵をバシッとサムネイルに使ってですよね、そうすればおーこんなとこから撮ったのかってなってね、多少ね再生数もね伸びるところなんですが、そこら辺ができないっていうのはさすがねこの最低編プリっていうねうちのチャンネルらしいって、そんなんじゃダメなんですけど、ちなみに建設は2008年なんで結構新しいんですね。へー、あれかな、でも下の地盤は2008年ってことなさそうですね。この上を2008年に書き換えてるってことなのかな、必要性を使うんだ。まあ、ずっとこんな感じでね、名勝線の、左右をですねくねくねくねと、まるであの焼き鳥のねあの皮を打つような感じでね、あ焼き鳥というかあのうなぎの方が表現としていいか、うなぎのあの串を打つみたいな感じでね、こう南にね、この、串がねあの名勝線でね、こっちの道路がうなぎみたいな感じでね、くね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 と渡りながらですけど、ね、山奥って感じですね。まあそれ山奥なんですからね、当然なんですけど。あでもここなんかちょっといい感じですね。すごいですね、発砲禁止、なんか重要電話線、発砲ってあれダムの水あのバーンって出すことですかね。この奥ってダム、ああ、あるか、あるわあるわ、よいしょと。あれとったあれから筆駅ありますね。あ、もう駅前は来たんですね。なんやかんやと歩いてきましたね。散歩にはちょうどいいあれですね。あ、こんにちは。あ、筆駅の前にもあったな、ポスト。こっちは新しいレターパック対応じゃないですか。これはじゃあ、甲州無線かピッチじゃないな。
広域無線でしょうね、これは。はあ。日本建ての公衆衛生で、ね、冷やしん付きっていうのもなかなか面白いですね。これは、どこのやつかな。KDD、あ、ってことはこれね、AU のアンテナですからね。まあ、大丈夫です。こいつもね、バッチリ駅前から飛んでますね。よかったよかった。ね。駅があの上にあるっぽいけど、どうやって入ってればいいんだ、これ。ここ登ってったらただの私有地ですよね。え？登っていけるのかな？わかんねえや。ちなみにポストの方が来るみたいですね。あ、こっちのポストやったら10時半やったで、それやってみてくれたら。しまったな。ああ、こっちまた足になりますね。ね、やっぱ土中央がやってるんですね。まだ三杉町ですけどね。谷地、あ、谷地ってなってますけど、あれ、谷地の傷なんですね。面白い。面白い地面の書き方ですね。これは単純に私有地ですよね。あ、そっちから登ったらいいのかな。ちょっと時間だけ見て、まあ、谷地駅ね、まあね、フリーキップ持ってますからね、非常に入っても大丈夫でしょう。まあまあ、急だ、おい。この上か？なかなか急だな。おぉ。よいしょ。よいしょ。おぉおぉ、これちょっと気をつけやんと。雨の日は多分滑りますね、これ。あ、向こうからぐるっと大回りしてやいいのか。おぉ、急だ。すげえ。おぉ、階段にしてほしかったか。あ、自転車とかが通るのにあれか。実発電設備なんていうのもあるんですね。これ？あれ？駅がない。あれ？あ、でもそこに駅っぽいのあるよな。それか。あ、でも駅。駅のホームみたいになっとるもんな。あ、こんにちは。筆駅ってここですか？筆駅ってここです？あー、よかったよかった。間違ってなかったわ。あらら、ワンちゃん。はいはいはい。おほほほ。おお、ワンちゃんワンちゃん。駅の番犬いますね。おお、よし。あ、着いた着いた。筆駅だ。まあ、小一時間ちょっとかかりましたけどね。筆駅着きましたね。で、伊勢沖津方面、10時54分、まだ来ないんだ。で、こっち方面11時37分だから、まあでもまだまだ余裕ありますね。でも1時間か。1時間ぐらいあるのか。今、10時41分。ああ、まあやっぱ1時間今日かかりましたね。まあ、単純に多分いろんなところね、見てね、どうのこうのやってましたからね。さあ、あと1時間あったら、谷地駅。次、谷地ですよね。谷地までなら歩きやんかな。どうだ、ちょっと地図見てみますか。こことも同じぐらいの距離やったら行きますからね。ちょっと林で行ったら。まあ、ちょっと疲れてますけど。よし。まあまあ微妙な時間ですね。同じぐらいの距離みたいですけどね。いけるかな。1時間切ってますもんね。40分ぐらいですよね、向こうが多分出るの。というか、あんまりじっくり、ゆっくりしとったから、これ。ゆっくりなら行くで、もう行っちゃわないといけません。多分この道をね、ずっと行ったらどうも行けるみたいなんで。普通ならこのまま店が落ち着くまでもう一回乗ってね、っていうところなんですけどね。まあ、せっかくだから歩きましょうか、もうちょっと。伊勢谷地まで、これで乗り遅れたら、乗り遅れたらまずいけどな、次13時13分だろ。いや、あんまり、そんな体力もないし、ね、番犬のね、ワンちゃん泣かせるわけにもいきませんからね。あ、ご飯食べようか。ね、ご飯食べるぐらいの時間あるでしょ、54分、10分、10分。